today we're doing acceleration runs without using the launch control, and Mr. Mizuno is telling us that it'll do 3-5 easy in its sleep without using launch control. And you know, he'll explain later that it's not really a launch control that that we've been using, and you know, that's been getting GTR a lot of funny press. And now we're going to try the O10, so, and that's going to have the new software in it, and should be interesting to see how both compare. あのガードレールのオン切れ目オン、そう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 、はい、オッケー、それで普通にVDCが効いて発進します。 I just got out of the 2010 model year GTR and compared the new launching of the car, how it leaves the line. It's a reprogrammed version of the current version, and what it does is it takes the RPM down lower to about 3,000, so you don't put as much stress on the gearbox when you do these launches. And actually what I found, it's fastest when you just left foot brake, and instead of loading it up, you just release and step. That way it's really easy on the gearbox, you know, on the equipment, and to me, I think it was faster. We're gonna have data to back it up pretty soon. So anyways, it's a really nice change. You don't get the, you know, the really aggressive start, but it's still pretty fast, and I think it should be right around about 3.5 seconds, so you're not losing too much, and yet you're still gonna be really easy on the equipment. So I think it's a really good change. じゃあ水野さん、アメリカではローンチコントロールがかなり話題になってるので、まあうちはローンチコントロールと思ってるものなのですが、ちょっとそれに一言コメントしてください。はい、あのね、もともと僕はアメリカでこの車を売る時に060マイル3.5秒ですって言ったのは、今日 サムさんや見ていただいたように普通のVDCオンで出ます。で、走りの性能っていうのは VDC オンで、 VDC の中にもノーマルと R があって、 R だとちょっとスリップしてもちゃんと走れる VDC っていうのを新たにつけてるわけだし、でローンチコントロールって本来 GTR がマルチパフォーマンスカーで雪道を走ったり砂利道を走ったりってところまで性能をだいぶ詰めてるんですね。で、4輪駆動で雪道でスタックしちゃった時、スタックしちゃった時にじゃあ 1600回転ぐらいでこうストールするとエンジンがストール行き着きするんで、 VDC オフにして 4500 ぐらいまで回ってぬかるみから脱出できるという、でそれはオーナーズマニュアルにもちゃんと書いてあります。まあそういう意図でつけたんですが、まあタイヤ空転して発進して遊びたいという、あのユーザーサイドの使い方の方で、だいぶそのローンチという目的でつけたというふうに 市場が動いちゃったので、そこは今回の10年モデルで、ローンチとそのアクセレーションで楽しむパフォーマンスをもうちょっと明確に分けながら、もう通常に VDC オンでも加速楽しいよっていうように変えたのが10年モデルですよね。じゃあ一つ確認したいのは、日産、あなたは、まあ私たちが言ってるローンチコントロールは、ローンチコントロールって言ったことはない。ないです。 僕は決して言ってないし、それからオーナーズマニュアルにも VDC オフは4輪駆動のぬかるみ脱出のための装備です。
普通の状態に戻ったら VDC オンに戻してくださいってオーナーズマニュアルにも書いてあります。じゃああれを使ってすごい加速アクセルがすごい良くなるのは単なる偶然？偶然っていうのと、もう一つはね、あれ使った時に後ろのサスペンションがバタ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 って暴れちゃってて、必ずしも GTR の本当に四輪駆動でグッてロケットスタートするところがあんまり演出されてるとは思ってないです。むしろ足が暴れちゃって、トルクがそれでこうなんていうんですかね、中途半端に効いちゃってて面白くないと思う。でもまあこのローンチコントロールっていうのは、まあローンチコントロールって呼んでなかったら水野さんとか日産はあれ あのテクノロジーはあれどういう名前どう呼んでんの？呼んでません。普通にね、普通に四輪駆動、日産の他の車も全部四輪駆動についてるようにぬかるみ脱出 VDC オフモードという名前で呼んでます。英語では？ I don't know。 I don't know。 OK、 なるほど。じゃあで2010年モデルはもうこのまあ、うちが言ってるローンチコントロールを何回使ってももう大丈夫。もうそうですね、でも使う必要がないんだよね。なくなったんですよね。 VDC オンでも十分速いタイムが出るし、また変わんないタイム、そうそう、両踏みしてみたり踏み替えしてみたり、A モードで走ったり M モードで走ったり、どういうモードで走っても VDC オンでアクセレーションパフォーマンスが楽しめるように、むしろ10年モデルの方がそういう幅が増えたと思います。ユーザーの人が N のパターンで楽しめる。じゃあスペック B も一緒？一緒です。パワートレイン系は基本的には全く一緒です。なるほど、ありがとうございました。 OK、 Thank you。